はいどうもこんにちは。またお昼を作っていきたいと思うんですけど、ちょっとね、今日もまあめちゃくちゃ晴れてますけどね、緊急事態宣言が出そうだったんでね、出かけてきたんですよね。百貨店とかがもしかしたらやんないかもしれないとか、映画館もねやばいとか、いろんなイベントもねどうのって言ってるじゃないですか。なのでまあデパートが閉まる前に一回買い物してこようかなと思って、それ行ってきて、ついでにね酒も提供するのがどうのって言ってたんで昼飲みしてきました。これ多分しばらく昼飲みはできないのかなって思ってるんですけど、まあそんな感じで、マーラー鍋麺って、これ中国ですかね。異国情緒たっぷりな感じのインスタントを作っていこうかなと思うんで、見ててください。こんな感じですと。こんにちは。また、帰ってきたんで、昼飲みします。今日はね、ちょっとね、緊急事態宣言がまた出そうなんでね、なんか今度酒禁止みたいなこと言ってるじゃないですか。だからもう昼飲みあんまできないなと思ったんで、とりあえず今日は百貨店とか映画館とか全部休業するかもしれないなんて言うから、一通り行ってきたんですよね今のうちにね。そこまでする必要あんのかなと思うんですけどね。で帰りとか帰ってきたんで食べます。これやろうかなって、マーラー鍋麺だそうです。これちょっと作ってみますね。これどこのやつ、中国なんですかね。ちょっとこれを言ってみたいと思います。なんか面白そうなの でこんな感じでいろいろ入ってるみたいですけど、今日そのまんま行きますかね。ね、せっかくだから、こんな感じで沸いてきたんで、じゃあ麺入れますね。はい、まあ家にいろっていうのは いますけど、本当まあこれで本当にいいのかなと思いますけどね。これスープ入れます。はい、で最後にこのマーラーなんとかっていうこれですね。これ多分ね、これがね、そのね特徴なんじゃないですか。香りが多分これがすごい出るんだと思いますよ。はい、こんな感じです。できました。じゃあこれを盛り付けていこうかなと思います。美味しそう。じゃあ盛り付けていきます。出来上がったこのインスタントのマーラーなんとか麺ですね。辛そうなやつですね。これをこんな感じで、そしたらですね、そこにですね、これトッピング、チャーシュー刻んだやつ、煮卵も入れます。これパクチーと青ネギ、そしてタケル君が好きなこのブロッコリースプラット。今日からね、ルローがね、公開ですよね。でも緊急事態宣言で大丈夫なのかなって結構心配ですよ。まあこんな感じです。できました。マーラー鍋麺ってやつですね。出来上がりました。マーラー鍋麺です。こんな感じですね。美味しそうですね。中国ですかね、やっぱりね。マーラー鍋麺っていうくらいで、中国なのか台湾なのかちょっとあれですけど、すごくスパイシーな匂いがすごいしてますよ。めちゃくちゃ異国の匂いですね。じゃあこれを今から食べていこうかなと思います。昼飯食べてきたね。そんなに腹減ってない。昼飯は昼飲みを、もう多分これが最後の昼飲みかと思うんで、してきたんで、締めます。これで。はい、できました。こんな感じですね。マーラー鍋麺ですね。向こうの匂いです。おお、うまい。完全無効の味ですね、これ。こういう細い麺ですよ。あー、うまい。なんかね、パワフルな味です。力の湧く味ですね、これね。マーラージャンですよ。めちゃくちゃうまいな、これ。じゃあ、麦とホップいきます。おいしい。なんか外国の屋台で食ってるみたいな感じでうまいですね。おいしい。はい、そんな感じで奥さん、今日はマーラー鍋麺っていうのを作ってみました。今日からね、ルローがね公開ですか、舞台挨拶してるってね、なんか言ってるんですけど、楽しみ。まあね、でも緊急事態宣言でね、映画館がどうなるかってとこですよね。そこは見守りたいですけどね。昨日ね、佐藤健くん、今日からルローがね、公開なんで、あれなんですけど、いっぱいやっぱ昨日もね、出てましたよね、番宣的に。前座は僕は追えなかったんですけど、
まあ、ちょっと注目したのがね、注目っていうのかな、ちょっと気になったのが、夜会ですよね。夜会に、たけるくんとたけえみさんが出てて、同じ裏番組に、恋愛漫画家だったんですよ。吉岡里帆さんとね、鈴木洋平さんのね、恋愛漫画家です。どん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 視聴率が下がって今来てる最中なんですけど、ね、そこにね、こう、合わせて来られてっていうところもあったんですけど、まあ、夜会はね、僕撮ってたんで、なんか見たかったんで撮って見たんですけど、夜会自体もあれリニューアル初なんですかね、なんか、家でやるような感じのね、やつで、またみちょぱがね、たけるくんと同じでしたけど、みちょぱは安定ですね、と思ってて見てましたけどね。面白かったですね、たけるくんの企画が2つとも面白かった。まずロケ弁ね、ロケ弁はもう、めちゃくちゃ面白いですね。ベタな感じですね。芸能界あるある的なやつじゃないですか。ロケ弁で。まあ、どれがうまそうかなーなんて思って。まあ、一番人気だったのがやっぱ、キザンでね。まあ、あれ必ず出てくるね、ロケ弁でしたよね。あと、ジョジョ園弁当もね、まあ、大体人気で、みちょぱはジョジョ園弁当を選んでましたけど、まあ、僕的にはあん中で見て、有吉さんが選んだね。崎陽軒のシウマイ弁当じゃないですか。僕大好きなんで、崎陽軒のシウマイはシウマイ弁当じゃなく、シウマイ弁当めちゃくちゃうまいんですよ。シウマイ弁当めちゃくちゃうまいんだけど、シウマイ弁当じゃなくて、シウマイだけでも僕は崎陽軒はね、ちょいちょい買いに行くんですよ。その日に食えるやつがあるんですよ。600円ぐらいのやつかな。15個入りぐらい ?30 個入りなんか、わかんない。なんか、結構いっぱいちっちゃいのがいっぱい入ってるんですけど、600円ぐらいでいっぱい入ってるんですよ。あれはね、よく買うんですよ。2箱一緒に。だから、1個だけじゃなくて、2箱買って、ひたすらそれを、ビール飲みながら食べるっていうのをよくやるんです。それぐらい。まあ、とにかく、崎陽軒のね、シューマイ弁当っていうのはね、あれ僕、初めて食べたら衝撃的だったんですけど、冷めてもうまいんですよ。だから、あそこにあるやつ全部そうなんでしょうけど、冷めても美味しいっていうのを計算されて作られてるんですよね。やっぱりね、ロケだったりとか、そういう撮影になると、弁当が楽しみってあるじゃないですか。でね、常にあったかいものが出るって限らないしね。それケータリングだったらあったかいの出るんでしょうけど、そうじゃない場合、やっぱり弁当だとね、冷めてることが多いので、いつね、始まるかわかんないとかもあるので、やっぱり、冷めても美味しいっていうのは、まあ一つの秘訣ですよね。その点ではあれは面白かったなぁと。で、あと、たけるくんがその言ってたなんだっけな。カツイか。カツイって有名ですね。とんかつ有名な店なんですよね。カツイはね。赤坂にあるね。もう名店中の名店ですけど。そこのビフテキ弁当3000いくら最高級のやつね。あれもうまそうだったなぁと思いましたね。あれはめちゃくちゃ面白かったです。もう、ああいう僕食べ物のネタ好きなんですごい良かったです。あと、謎解きもね、さすがだなと思いましたけどね。でもあれは本当にたけるくんレベルを落として出してる謎解きだから、みんなもすぐ分かった感じだったんですけどね。まあ、たけいさんがね、分かんないっていうのはネタでしょうけどね、あれはね。二つはすごく面白かったです、企画は。まあ、ただね、あれですよね。かたや、もう一つの、こうですよ。裏番組の恋愛漫画家なんですけど、昨日ね、視聴率がなんとですね、4.8 まで落ちました。この前 5.1 だったのか。だからまた落ちましたね。結構これはね、やばいんじゃないですか。爆死続いてますね。吉岡里帆にはコメディアンヌは無理、同情の余地も、早くもピンチ。吉岡はもともと助手芸がとにかく良くないんです。まあ知ってます。それは全然知ってます。原因はドンベイの CM、ドンギツの役だと言われてます。あれか。そうね。言われてみればあれだな。ドンギツだな。男性は可愛らしく見える彼女ですが、女性には可愛いだけで自分の彼氏を奪いそうな存在に映るようでと、SNS はこんな風に書かれています。どうしよう期待してたんだけど、やっぱり吉岡里帆嫌いかも、イライラする。家族はみんな可愛いじゃんって言うけど、ドンギツネかゴンギツネで十分、鈴木亮平は好きだけど、早くも脱落かも。
恋愛漫画家1話を見てるんですけど、最終的に漫画家の人と吉岡さんがくっつく感じだったら展開的に嫌なやつなので見るのやめておきたいですけど、どうなるんだ。そこまで言わなくて。彼女は A チーム所属ですが、同所属に若い、酒井若菜、松本まりか、業務的に高岡早紀、どういうわけか同性を的に回しがちな人が少なくある。そういう社風なんですかね。なるほどね。なんか途中から吉岡さんは数値がなかなか取れないからコメディエンヌに投稿転換をしたんですね。それ、いずれも吉岡のコメディエンヌ部分はメインではありませんでした。それは今回コメディのメインとなり目いっぱい演じてはいるものの、それが上滑りに感じられるようになってしまった。共演の片岡愛之助ならコメディも立派にこなしているでしょうが、彼女はまだ力不足との声が上がっていますと。コメディエンヌの評価はテンションがオーバーすぎてついていかない、普通の演技で良いと思うんだけどな。恋愛漫画家見たけど吉岡里帆も、流星涼ってもかわいそうで何も笑えなくて、もはね、もやもやが凄まじいと。恋愛漫画家2話目見ようかと迷ってて検索したら微妙って出てくる。そうなのよね。つまらないわけじゃないけど面白いとも言えず、吉岡里帆のキャラが吉岡里帆に合ってない気がする。鈴木亮平が恋愛に絡み出したら面白くなるのかなと。それでも吉岡を起用するのはなぜだろう。まず若い男性ディレクターが一緒に仕事をしたがるということがある。え？そうなの？彼女は性格もよく現場で素直に言うことを聞いてくれますからね。そして知名度はあるから企画書が通りやすい。超売れっ子というわけではないから、何年も前からスケジュールを抑える必要もありません。さらに大手スポンサーの CM をやっているので、営業的に入稿収入が見込めます。もっとも多分に同情する余地もある。そんなことで決まっちゃうんですかね。視聴率で決まるもんなんじゃないですか。まあでもどうなんですかね。 4% 台は結構きついんじゃないですかね。なんか僕もやっぱ昨日見なかったですからね。やっぱりタケル君が出てる番宣とじゃあ吉岡さんの3話、もう2話も見ちゃったんで、まあ2話目から僕ちょっと脱落仕掛けてたんで、まあいいかなって、やっぱり軽々しくというか、軽々とやっぱりタケル君に、を選んじゃった。当たり前ですけどね。かといって、タケル君を録画してて、じゃあ、吉岡さんの方を見ようっていう気にもならなかったんで、これは結構厳しいかなって思いますけどね。まあそんな感じです。ではでは。